あれ？サエ様、どうかしましたか？いや、なんだか暗いなって思ってたんだけど、空の様子がおかしくて。あ、ほんとだ。雲に覆われているわけじゃないのに、灰色になってるんですね。エトワリアって、こういうモノクロームの風景画みたいな曇り方をするの？いいえ、こんな曇り方、私も見るのは初めてです。私も、聞いたことありません。え、じゃあ、この世界でもありえないことなの？これ。なんだか、先行き不安だ。マッチ、そういうこと言わないの。とはいえ、確かに不安にはなっちゃいますね。どうしてこんな空になってるんでしょう。サエ様、こういった空は、皆様が描かれるような絵では、よくあることなのですか？あるといえばあるけど、それが何か関係しているの？これも、禁呪であるオーダーの影響かもしれないと思ったのです。オーダーは、皆様をこの世界に連れてくるだけでなく、それぞれの世界に悪影響を及ぼしてしまう。そのように私は学びましたから。もしかしたら、この空もその影響かもしれないってこと？はい。ただ、かもしれないの話ですから、もう少し考えないとダメですね。その時間を今作るのは少し難しそうかな。あれも黒もんだよね、多分。さっきまで相手にしていたのより大きいね。なかなか一筋縄じゃいきませんね。私が助けるね。まだいけますよ。落ち着いて。どいたどいた。やむを得ないね。まだいけますよ。落ち着いて。私が攻撃してあげよう。やむを得ないね。これならどうだ。よー、とりゃあ、はい、野田ちゃんが通りますよ。えい、とりゃあ、やあ、
まずは一人か。開け。ソラ様、失礼します。と言っても聞こえないか。気のせいかなって思ってたんだけど、やっぱりそうだね。どうしたんですか？パスが感じにくくなってるの。最初に感じてたのから考えると近づいてるはずなんだけど。変な曇り空の次はキララの不調か。全くままならないものだけど、風車は見えてきたよ。あれがさっきの人が言ってたやつじゃないかな。私も気のせいじゃなければ風車も灰色に見えるんですけど。やっぱり。しかもクロモンがまたいるし。クロモンたち、風車小屋の中に入ろうとしてますよね。クロモンがクリエメイトを狙っているのだとすれば、あの中にヒロさんたちが。その可能性は高いだろうね。わっ、クロモンたちこっちを見てませんか？気づかれてしまったみたいですね。正面から行きましょう。はい、それじゃあ出発しましょうか。さあ、かかってこい。これでどうです？私にもこれくらいさせてください。やるっきゃないよね。痛いよ。よし、じゃあやりますか。全力を出してこい。これは強敵ですね。さあ、息を合わせますよ。よかったですね。かけなくかけな、高評価、チャンネル登録、ベルマーク数記、よろしくお願いします。今日も気をつけて。